ゾンとショコラがパンダも悪かったし、熊野さんの成功のスペリアンスめちゃくちゃ気を使ってると思う、リゾンのみんなに。俺がよく使う2番っていう言葉をさ、やめようかなと思って、2番なんか最強じゃねえ、うん。おはようございます。あ、旅行が楽しみなホセさんです今年めっちゃ旅行多いです、海外に。あ、大変ですか？いや、大丈夫です。大丈夫、大丈夫おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。あれ、寿司食ってたよ。ああ、チェックインしてない。荷物はチェックインして、寿司あ、荷物預けたか。え、チェックインして寝た。はい、寝ちゃう、ちょっと寝た。荷物預けたもん。え、だからチェックインした。寿司は預けるか。寿司寿司食ったんだから意外と。あ、いつも寿司は寿司座りやしめだ。腹減った。あの、めっちゃ食うわけじゃないんですよ。残さず食べるの。ホセがいただきます。おいしそう。カメラホセ向けてよ、ホセ。ん、はい、ピン全部食ったの。え、めっちゃ美味しかった。すいません、早めに食べた。何分？37分です。え、何分だっけ。50分です。50？はい、無理じゃん、他にしよう。え、40かもしれない。40です。何じゃね、これバカなのか、俺ら。ピンゴリゴリ取ってくるからな。モザイクかけてくれるんでしょうせ。薄めに。薄めやめろよ。薄めやめろ。あ、フィルターついてないんだそれ。フィルターないですよ。小の剣って実際あれどっち側でいいんですか。加納雄大会長と話されて、はい、そしたら、まあ、長三管轄と、はい、南三管轄と分けて、まあ、冬月大阪を使ってという話になったってことですね。まあ、簡単に言ったらそうです。ついていきますっていうのが多かった方が、うん、そのままこのホワイトの箱で、はい、で少なかった方が冬月大阪で、うん、っていう話になったんですよ、うん。まあ、この時期に、まあ、俺をこう外に出すっていうのがちょっと俺は理解ができなかったというか、その後の決め方っていうのがなんかアンケートを取れみたいな、今時そんなことやってないやろみたいなことをやってたんですね。これからもそういう風になるんだったら、うん、この管轄で働いてでも未来はないなと思って、で、まあ、実際俺はホワイトは出たくなかったし、ホワイトで働きたかったんですけど、それは無理だったんで、じゃあしょうがないなっていう判断をしましたね。なんか俺はそれぞれの見解聞いてるけど、もちろん翔は成長しないといけない部分があって、 BD としては翔をもっとホワイトだったりに不具合なく彼の居場所を作ってあげてたらこうはならなかったかなっていうイメージだから、まあ2人とも成長が足りてなかったから起きたっていうようなのが俺の目線かな。なんか多分どちらも悪い人ではないじゃないですか、うんうんうん、シンプルに、まあ、どっちが悪いみたいになっちゃってますけど、うんうん、実際ただ一生懸命仕事した結果の
なんか判断のズレというか。そう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 。ふゆつき会長は一番好きな料理は中華って、まあ、今はどうかだけど何かあると必ず中華だけど、そうやってるよ。麺かチャーハン食べる人、はい、チャーハン、チャーハン、はい、チャーハン側の人、はい、チャーハン側の人、どっちも行きたいっす、どっちも行きたい、焼きそば行きたい、焼きそば、ちょっとずつ焼きそば。ということで最高幹部旅行初日ということで、皆さんお疲れ様でした。よっしゃ、最高に楽しんでいきましょう。乾杯。いただきます。あれ乗りたいですね、しゅんさん一緒に乗りましょうよ。いや、あの、パチンしたいっす。あれ乗りたいだろう、夜めちゃくちゃで。パチンはやるんですか。おっとっと、パチンやりましょう。僕はできない。できない。ニョッキュと乗りたいです。いや、大丈夫バンジーは全然そういうとこを映した方がいい。いやいやいや、それだけあの100万再生回ってもできない。100万再生やったらあるけどね。いや、俺私たち最初 何で売れとはしたらなって思ってた。すいません、ね、ちょっと悪口みたいになるんですけど。めっちゃおもろいです。いや、でそれはレイともずっと言う。いや、ミトラは面白いで売れてるからですね。いやいや、面白いで売れてると思う。あとなんかこう、包み込む感じとね。でちょっとなんか隠しきれへんマダム感あるよ。ダメな男にとってダメな男、確かに、うん、頑張り屋さんに嫌われます。そう、うん、今日ちょっと真面目な人に嫌われます。俺と話したんだ。お前、僕は真面目や。真面目やんけ。最高幹部がまとまったのってここ3年だって話って聞いたことある。あー、なんか V 付き TV とかちらっと聞いた。やっぱやんちゃな男の子集まるとそうなるよね。ふゆつきグループとしてまとまる前って、うん、まずはうちが一番だだった時代があって、うん、手前では店舗ごとにとかですよね。そう、俺からほじくると無粋だからさ、ホセほじくってきてやる。お疲れ様です。お疲れ様です。こっち行きます。でこっちに、はい、いいとこやねと、シルタイムはここいいですよね。めっちゃやばいっすよ。最後に旅行を全員で行ったことまずないですもんね。5年前ぐらいか。合独ですね。みんな来なかった時ありましたか。みんなっていうか、まあ、集まり悪い時期はあったよね。鬼怒川温泉です。やっぱみんなバラバラだった時期よね、多分。シンさんとここら辺じゃないですか。ああ、そうだね。ゾンとショコラがまず仲悪かったし、みんな成長したよね、この数年で。まあ、当時みんながバチバチしてた頃ってまだみんなが持ってるお店自体が1店舗とか2店舗の時代で、みんながまだ発展途上で視野自体がそんな大きくなかったっていう見解 だと思うよ。絶対そうだよ。だから狭い視野で自分が正解だってみんなが思ってるから、いろんな正解を認めたくないっていう。どこが一番かって話をしてた記憶がありますね、あの時は。まあ、正義が分散化してましたね、いろんな人の正義が。あの、本来バランスって法則から取らなくてもいいと思う。力関係をこうバランス取ろうって確実に無理なんで。絶対無理だね、本当はあんまり頼りたくなかったんですよ。はい、なっちゃんに甘えるのがずっと悔しいと思ってやってたんで、はい。多分美穂さんに対してのコンプレックスってつい2年前ぐらいまではずっと持ってたというか、美穂さんが FC 店を1号店をオープンした時に、なんでなんですか、なんで美穂さんだけいいんですかみたいなことを1年2年ぐらいずっと言い続けてて、改めてよろしくお願いします。これ昔、それこそ冬月会長に、美穂さんが FC でこうグンってやってた時に、
やっぱりそれ、あの職業としてのまあまあ売り上げでしょうね。現在の売り上げの担保みたいなバランスは意識してくれっていう中で、まあそうだよな、まあ、俺が残る意味も職業に残る意味もそこだよなっていう、自分の中でその大きな葛藤があるけど、まあでも今が全てじゃないっていう考えもすごいあるんで、まあ、ここから5年後10年後っていう感じで、もちろん僕も今だからできる投げ方進み方はあると思うんですけど、これでも美和さんの性格結構分かってるから、途中で疲れたら一気にいや、それも分かってるし、いやだからなんかこう寄り添えればいいなっていうのが、寄り添えればいいなもあるし、まあ助け合っていければいいし、札幌を作った時と名古屋でこの間やっぱ一緒に仕事したじゃないですか、やっぱ得意分野が違うってあって、なんかその優越じゃないなの認識なんですよね。一緒にした結果札幌があの当たり方しちゃったじゃないですか。うまく使ってほしいなどの形が一番なんていうのか、組織として正解なんだっていう、一番みんながハッピーで1000億っていうのを達成できる形なんだっていうのは常にこう考えてるっていう。昔はね、やっぱ ちっちゃかったんですよ、視野が。あとは考え方も狭かったんです。いや、そうだけど、やっぱ自分らの作ったお店の正解を横の正解にぶつけてるっていうだけの問題だったんですか。でもそれも分かってるんですよ、やっぱり最初のがむしゃらさがあっての今。俺が思ってるのは、それこそ冬月グループでいうと、まあ、俺的には3回ぐらい、2回から3回ぐらい、まあ、大変だなとか、このままいったら大丈夫かなぐらいの雰囲気の時あったと思うけど、なんかグループがなんていうのかな、そういった課題が、大きい課題がありそうな時に、まあ、サジを投げないでいてくれたメンバーが結局その時にも何ていうの、前向いて切り開いてってくれたメンバーが今の主要メンバーだな、この感覚は持ってる。でも会長、スーツ会長と加納会長の人間性だと思うんですよ、一概に。もうそれだけだと思うんですよ。僕らもやっぱ人を見抜くだけはホストあるんで、多分ちょっとごまかしてても分かるっていうか、完全そうです、人間性。このグループは嘘に敏感な人間が好きなんだから、だからこの集まり方したんだろうなっていうのは嘘に敏感だしね、よく信じられましたね、俺とか美和さんのことをちゃんと信じてる。その話しちゃうんだいやいや、そうだよ、だけどまず俺から信用しないと信用してもらえない、まあ、俺はでも誰よりも2人のことはね、特にどちらかといったら道としては右と左で分かれた道だけど、同じ志の方に向かって走ってくれた2人だと思って、見事な2代目エメラでしたからね2人とも相当の大変よ。なんか依存の取り方に興味してるんですよ。僕は熊野さんの先行の先でやるんですけど、本当は熊野さんが一番面白いと思うんですけど、本当に見つけるべきところって依存というか、職員ナンバーワンって言葉で褒めるんじゃないですか。熊野さんが本当はどう思ってるのかは依存の中に見たいんですけど、どうもそこに行けないか。要はそのシンさんとネゾンのみんなとの関係性を今日ぶち壊さないと、今日ぶち壊さないと、めちゃくちゃ気を使ってると思います。それはちょっとわかる、ネゾンのみんなに。僕はそういう風な認識で、言葉めっちゃ選んで、優しい言葉、まあ厳しい言葉もかけるけど、それもやっぱ選んでる。もっとそのなんか、お前ら死ねよぐらいね、なんか言えるぐらいのシンさんがいてほしいな。でそんな中くぐり抜けてきたやつが、何人か現れて、でそいつらがバッてなった時に、そいつらが自ら俺らが一番だよって言った時に一番だよ。なるほど。今日見てて、
夏木社長とかミョウさんから、うん、これやりたいあれやりたいってバンバンこう振られるわけじゃないですか、うんうん、ぶっちゃけ大変だなとか思わないいやいや全く思わない、逆に言ってくれるからありがたい、みんなが何考えてるかを言ってくれる環境であるっていうのは逆に俺にとっても嬉しいことだし、まあ、みんなにとっても言える環境っていうか、いろんな自分がいいな正しいなと思ったことは言える環境っていうのは絶対重要だなと思うから、あとは、まあ、みんなの正解をすり合わせて一つの正解にするっていうだけの問題かなと思う。ただみんなキャラは濃いですね、はい。負けたら機嫌悪いんですかね、熊野さん。負けたら機嫌悪い人になったんですか。人間なの。今日じゃないかな。何ですか。いやなんか二番手って言葉やめません。最強のって。熊野さんがよく言うやつですか。うん。直営ナンバーワンやめませんっていうのが一番いいんじゃないかなって。なんか。巻き返しちゃってるらしいよ。あ、カジノですか。うん、うん、帰ろっか、はい、多分めっちゃ長くなりそうだわね。いつ終わるか分かんないですもんね。帰るわ。お疲れ様です。熊野さんの勝利インタビュー何でも聞いて。昨日はいくら勝ちましたか。まあ、昨日200万ぐらい。おあれ誰が一番勝ったんですか。会長。もうインスタで負けてる時は俺だけ帰ろうかなみたいな見た。あれ負けてる帰ろうかな俺だけ、うん、あれ縦読みしたらマカオになってるから。かっこいい。バイバーイ。食事とか行けたりって時間あります。あ、いいと純粋に話したいなみたいな。来月ね、日本帰ったら行こう。ミョウさんとご飯行かないのは今月戦ってるから。いやまあもうなんかこっちからさ結局ちょっとディゾンなんかいろいろ言ってよみたいなお願いしたけど、はい、違うなと思って。あいつからいろいろもらっても仕方ないなと思って、うん、まあ、俺もコメント見たのよ YouTube の、はい、結局俺だなと思って、やっぱ俺が変わって俺がちゃんと彼らに伝えてあげないと根性論だとかなんか言われてて、うん、なんかもっと向かう方向性とか明確にしてあげないとあかんなと思って、うん、ちゃんとそれをぶつけに行くよ。で俺がよく使う2番っていう言葉をさやめようかなと思って、ずっとこうプレイヤー時代も2番やってテンポも2番やってみたいな、なんかそこで満足してんのがキャストに伝わってんのがわかんねやろなと思ってさ。最強の2番って最強の2番っていう言い方をやめるわ。2番なんか最強じゃねえ。いっぱいコメントいただいてありがとうございます。本当にもうちゃんと見ました、腹立ちながら。でも俺のせいだなと思ったんで自分でやりますと思いました。ここでもう一回俺の力で入れ替わって、彼らが心を入れ替わってくれてる姿をミオに伝えるためにご飯行くわ今度。あれかっこいいね、あれぐらい輝くわ。実はずっと仲悪かったの本当に。みんな戦国時代ですよね。なんかいろんな大名がいるみたいな。ミトラ管轄とは仲良くなかった。直樹さんの誕生日会で五層とめっちゃ喧嘩やってた。みんなが思う以上に辛いことたくさんあったし、みんなそれぞれが抱えてたと思う。眠れなくなったりしません、ちょっとした一言で。普通にゲロ吐いたりしますよ。いやわかる、俺ら無敵じゃないっすよ。